コンね。あ、そうそう、どれやったかな。機動戦士ガンダムホットスクランブルのね、どれやったかな。これ普通のいつものやつやもんな。こっちかな。こっちなのかな。これかな。あ、これですね。はい。これね、レアバージョンなんですよね。レアバージョンのゼータガンダムのホットスクランブルになりますね。音楽はちょっと微妙に違うんですよ。音楽のちょっと音質がちょっと違います、いつもとね。もっとね、低いんですよ、音質が。製品版の方はね。こっちはね、ちょっと高い、音が高くなってますね。モビルスーツの紹介ですね、これね。はい。これね、もうちょっと違うんですよ。ほら、違うんですよ。しかもシューティングなんです、いきなりね。いつもの製品版だったらね、地球から始まるんですけど、もういきなり宇宙から始まるんですよ、こっちはね。ちょっと違うんですよ。こっちレアなんですよね。見本版ですよね、これね。お店のね、店頭にこうね、プロモーションとしてね、なんていうのかな、販促物というかね、プロモーション版というか、なんかそのね、専用のやつなんですよ。あ、でももうやられそうや。あ、もう死んだんや、これ。めっちゃ難しいやん、こっち。これゲームオーバーの曲ですね。ゲームイズオーバーになってる。じゃ、もう一回、コンテンツやってみましょう。どっちにしても一面やもんな。でもめっちゃむずいな。これね、ほんとめっちゃ貴重なんでね、これ。これも、これでクリア。あ、なるほどね。こんな短いんや、一面が。もうシューティングだけなんですよ、これはね。製品版アクションシーンとかもあったんですけどね。そこは違うとこなんですよ。全く別のゲームになっちゃってますね。リアバージョンのね、ガンダム。でもなんか、聞いてるとこっちの方がよく聞こえてくるね、こっちの。あ、クリアだよ。3面。あ、これあれですね。いつものなんていうのか。でもめちゃ難易度高くないか、これ。敵の攻撃が激しすぎるで、これ。あ、クリアした。これある程度倒せばいいってことか。全部倒さなくてもいいから、ある程度敵倒せばいいよね。もう、なんていうのかな。ノルマを達成して、敵倒せばいいと。こんな感じですかね。でもなんかかっこいいですよね。仕様がかっこいいですね。うわ、でもむずい。これもうね、売ってないやつですから、非売品ですからね、これね。うお。何これ？何これ？何これ？あ、でもクリアした。音楽なんか低い方がかっこいい気もしてくるな。低いじゃ高いのか、こっちは。これ主題歌ですもんね。森口博子が歌ってる主題歌をこれ曲にしたやつですもんね、これね。水の星がなんとかっていうタイトルですよね、確か。あれ、敵出なくなった。あ、
よし、クリア。結構進んでるね。やばいぞ。あ、これ撃ちすぎたらなくなるんか、これ弾が。あ、弾ないやん。これなくなるとね、連打できなくなるんですよ、弾。敵出ないぞ。敵出なくなったぞ、今日。あれ、どこだ。あ、これちゃんと下に、その地図みたいなのが書いてある。地図っていうか、矢印がね、案内の、あ、出た出た。こいつが最後やったんや。なるほどね。これクリアしたらちゃんと回復するんですね。体力は。おーおー、今一気にもうやられた。あ、これでやられてもたんやね。はい。じゃあ次のゲーム。これはまあセーブしてもしょうがないから、いいや、そのままでね。はい。